本当に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 サーモンか。まだいいだったらどうしよう。縁側だったらどうするん。寿司握ります。ということで、今日はエビのお寿司を握りたいと思います。ね。やっぱエビね、まあ俺は普段シュリンプって呼んでるんですけど、シュリンプね、ほんまに好きで、シュリンプっていうのは頭にね、心臓があるっていうのはコモンセンスなんですけど、ね、人間って実は頭じゃなくてここに心臓があるんですけど、あれなんでなんやろな、なんか恋するときってなんか頭で考えてるけどなんか心臓痛いよな、あれなんでなんやろな、ね、ということで、これね、エビ全部茹でて間に包丁入れたんですけど、これ本当は竹串刺すとまっすぐなって綺麗になるんですけども、今回あえてこういう不格好な感じがまた自然な感じというか、自然への挑戦と言いますかね、それであえて竹串をしないっていう、方法でやりましたけども、この俺アーチが好きやねんな、なんかこれアーチね、竹串入れてしまうと残らないんで、このアーチを残したい、まあ俺アーチストみたいなとこあるから、やっぱりだからそもそもアーチが好きというかね、だからこうアーチを残す形にしました。でだからエビ、あれ、え、いや、ちょ待って、これ、え、これ本当に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 サーモンか、クッパだったらどうしよう、スンドゥブだったらどうすんドゥドゥ、寿司握りますということで、エビのお寿司握っていきます。で、これね、シャリ用意しました。シャリをね、奈良県のね、針葉樹林ですよね、針葉樹林の今日シャリはね、まあ普通はね寿司酢やったり、まあちょっとねこだわったところは赤酢でやってるんですけど、俺でもなんか黒やねんな、なんか俺だから今日黒酢でやってます、握っていきますので、こちらねビニールの、グラブ、つけます。ここにね、醤油ね塗ります。では完成でーす。あれ、いや、あれ、ちょっと待って、これ
本当に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 寒いんか、癒着だったらどうしよう、圧力だったらどうしよう、寿司触りますということで、エビのお寿司いただきます。やっぱお寿司はもう手で普段から食べるから、ちょっと手で食べさせていただきます。でも俺左利きやからね、これ右利き用にこうなってるから、だからこうね、こう、こっちの景色とまた変わるね、表情が全然違うわ。これはこれでまたいいね。うん、これもいいけどね。うん、あ、いいわ。ちょっとじゃあこの表情で、うん、ベリーウマーバー、いや、美味しいね。うん、エビの香りがね、広がるというか、ほんまに、うん、なんか、口の中がほんま貝って感じで、ほんまに、もう貝のね、感じしてますよ、ほんまに。うん、素晴らしいわ、ほんま。うん、美味しいね、ほんま。これほんま、AKB48エビリデイカチューシャやね。太陽が昨日よりうまぶしく照りつけ始めたら、うまっ白な T シャツにうますぐ着替えて、美味を誘いたい心の隣で、同じ景色見ながら、何年間も僕たちは友達のうままさや。いや、確実にそうやろ。なんかそう、佐野くんがこれなんか、なんですか、 AKB のなんかこのやつちょっとかけてほしいって言ったから、ちょっと今かけましたけどね、なんかこんなんあったやん、この感じの、これ曲やん、曲があったそうです。ほんまにうまいし、味うまんつ、え味坂東英二ゆで卵でした。ゆで卵先生、なんかこの前電車の中でほんま電話しててうるさいやついたから、俺急いでリコーダーの演奏やめて注意したわ言ってましたけど、誰が言うてんねんですよ。ちゃんとしてください。ごちそうさまでした。